なあ、三神楽、あの噂って本当なのか？何のこと？またまたとぼけちゃって。生徒会に対抗するとか言ってんだろ。やめとけやめとけ、どうせ無駄だからさ。それより俺たちと遊ぼうぜ。ガンプラだけが青春じゃないって。本当にそれでいいの？あなたたちだってガンプラが好きでこの学園に来たんじゃないの？最初はそりゃそうさ。でも今の学園じゃ無意味だろ。ランキングだってなかなか上がんねえし。そうそう、お前だって女子の中でも浮いてんじゃん。みんな余計なトラブルに巻き込まれたくないってさ。あ、それでももう私決めたから。あ、もしかして今の見てた？大丈夫、気にしないで。ああいう人たちだってもともとはガンプラが好きだったはずだもの。それよりちょっと気晴らしに付き合ってよ。せっかく部室のバトルシステムが使えるって分かったんだし。現在回収終了。
トルは楽しいね。この楽しさをみんなにも思い出してもらわなくちゃ。1年前私たちは今の会長たちにガンプラバトルで負けて、その後の生徒会選挙でも負けちゃって、だから今みたいな学園になっちゃったのは私たちの責任でもあるの。この前戦った生徒会初期の子、涼子もね、一緒に生徒会やってた頃はもっと笑う子だったんだ。またあの頃のみんなともバトルしたいな。なんてちょっと湿っぽくなっちゃってごめん。よかったらまた私の気晴らしに付き合ってね。ああもうこんな時間だ。じゃあ今日はこれで帰りましょう。からよ、お前調子に乗ってんじゃねえの。そうそう、サイドゼロだっけ。生徒会に反抗してるって噂になってるみたいだけどさ、同じクラスの私たちも共犯扱いされて迷惑なんだけど。共犯ってそんな。実際ラプラスの盾の連中にパーツを巻き上げられたやつが何人もいるんだよ。お前らの連帯責任だとか言われてな。大体よ、今の生徒会になってギチギチの校則が作られたのだってお前らの生徒会が弱かったせいだろ。それを今さら正義の味方面されたってなあ。私あんたたちのバトルも見てたけどさ、あんた副会長にフルボッコにされてたじゃん。あれから差は開いてるだけじゃないの。そんなことない、私だってずっと練習してきて。練習や経過は問わない、結果が全て。この学園のガンプラバトルの基本だろうが。そんなの違う。ガンプラは作るだけでも楽しいし、手を入れれば入れただけ愛着も湧くもの。じゃあずっと一人で作ってればいいじゃん。私らを巻き込まないでよね。君、なんだよおめえは、白馬の王子様気取りか。どうせなら風雲再起にでも乗ってくるんだな。もういいよ、放っとこ。それより今日は私んち親いないんだ。一緒に朝までデカール貼ろ。お前それ課題終わってねえだけだろ。まあいいや、行くぞ。心配して見に来てくれたのかな。ごめんね、こんなとこばっかり見せちゃって。私君の前ではしっかりしたお姉さんでいようって決めてたのに。よーし、もう大丈夫、気合い入れた。ねえ、今日も気晴らし付き合ってくれる。やった、ありがとう。
ったわね。さあ行きましょう。このクレスポ、君ならどう攻略する？
んだかこうして君と一緒にバトルしてると昔のことをいろいろ思い出しちゃうな。あの頃よく一緒にガンプラ作ってたよね。朝から晩までお父さんたちに怒られるまで。ううん、君は怒られてからもまだ布団の中とかで作ってたでしょ。私知ってるんだから。すごいよね。私の方がお姉さんなのにいつも私より上手に作ってた。ガンプラ作り以外は点でダメなのに。私君の作るガンプラが好きだった。なんていうのかな、あったかい、そんな気がして。なんてちょっと恥ずかしいことも君にはなぜか言えちゃうんだよね。とにかく私は平気。本当に一人きりだったらくじけちゃってたかもしれないけど、今はイオリちゃんやマリカちゃん、それに君がそばにいてくれるもの、泣き言なんて言ってられない。もう二度と負けないんだから、これからもよろしくね。サイドゼロのこと随分有名になってきたみたいね。実際にラプラスの盾のメンバーを倒していますしね。しかし予想以上に情報の伝達が早いようです。ちょっと怖いです。でも後戻りはできないわ。それにこう考えたらどうかしら。生徒会に不満を持っていた人たちの決起のきっかけになるって。なるほど、そんなにうまくいけばいいのですが。今のところ嫌がらせか遠巻きに見られているだけですね。そうそう、人生そんなに甘くねってな。よう、遊びに来てやったぜユイ。森田くん、何しにここへ。おいおい、そりゃないだろ。ガンプラビルダー同士がぶつかってバトル以外に何するってんだ。それともバトル以外のもっと親密なお付き合いがお望みか。最低。森田くん変わったよね。前はそんなひどいこと言う人じゃなかった。おいおいユイ、俺は今も昔も優しいんだぜ。どうだ、俺が生徒会に口聞いてやるからよ。そんな転入生なんてほっといて俺たちのチームに入れよ。俺はおめえのガンプラテックは認めてんだからよ。絶対にお断りよ。どうしてもか。どうしてもよ。ならやるしかねえな。強者が正義、それを俺が証明してやる。万が一お前が勝てたら俺は二度とお前と関わらない。それとこの他の連中から奪ったガンプラパーツを全部くれてやる。これだけやれば改造し放題だ。代わりに俺が勝ったらユイ、お前は俺のもんだ。何をしようがされようが文句は言わせねえ。ギャンコのコスプレでもやってもらうぜ。変態です、変態がいます。そんな条件飲めるわけが。飲むよな。だってよ、この奪ったパーツってのはユイのクラスの連中のもんだからな。あ、汚いです。ああ、それがどうした。勝負に持ち込むための力、勝負に勝つための力、全て力だ。分かった、やるわ。その条件でいい。よし、いい目だ。俺はその目が気に入ってんだ。
行くぜ。お願い、力を貸して。私絶対に負けるわけにはいかない。さあ、三度勃発したレジスタンスチームサイドゼロと森田翔吾のラプラスの盾との因縁のバトル。今回も私、放送部の尺野凛子が臨場感たっぷりにお伝えしていきます。それではガンプラバトル、レディーゴー。てめえらはいたぶって、いたぶってごめんなさいと言わせてやる。放送部部長、尺野凛子、本日も全力で命がけでバトル実況させていただきます。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやるよ。次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。当たれ。見つけた。破壊の時間よ。プレイヤー5撃破されました。面白い。ガチでやり合おうぜ。フライドチキンにしてやるぜ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。かかってきやがれ。プレイヤー4撃破されました。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。おい、間に合わなかった。もっとことはエレガントに運ばないとだね。次に壊されたいのは誰かしら。ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。ダンス確認。これより破壊するわ。倒木ターゲットが指定されました。さあ、どちらのチームが先に倒木することができるのか。俺だって目立ってやって。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。マジかよ。プレイヤー6撃破されました。さあ、フライドチキンにしてやるぜ。かな、落ちろ。おっしゃ、ボコボコにしてパーツ奪ってやんよ。プレイヤー4撃破されました。 キーパーツ回収クエスト開始。どちらが先にキーパーツを回収できるのでしょうか。
んと聞いてねえよ。ビクトリー勝負を制したのは新生チーム、サイドゼロだ。バカな、今回は本気の本気で最強のガンプラを用意してきたんだぜ。それなのにこんな連中に。森田君、あなた自分がなぜ負けたかまだわからないの？うるせえ、たまたまだ、たまたま。あとはその転入生が余計なことしやがったから。違うわ森田君、原因はあなたのそのガンプラよ。俺のガンプラ？そのガンプラを見て何か思わない？人から無理やり奪ったパーツで組み上げたその機体、それが本当にあなたの機体なの？あなたが変わったって言ったのはそういうところだって。前に森田君と一緒にバトルした時はすごく楽しかったもの。くそ、俺は。みっともねえとこ見せちまったな。約束通りこのパーツはお前らにやる。そうね、それは私たちのものじゃない。あなたが奪った人たちに自分で返すべきものよ。そうか、そうだな、分かったよ。ただバカね、私は森田君と同じクラスなんだから二度と関わらないとか無理に決まってるでしょ。それにまたバトルしましょう。今度は森田君自身のガンプラで。ユイ、俺の乾杯だ。そういうことなら何度でもリベンジしてやら。俺の最強のガンプラでな。随分と自分に都合のいい人ですね。もともとそんな悪い人じゃないのよ多分。おっと、そうだ、転入生、てめえユイの幼馴染なんだってな。くそ、俺だってもっと早く出会ってればよ。まあいい、一つだけ忠告しといてやる。俺は負けたがラプラスの盾、それに生徒会の力はこんなもんじゃねえ。だからよ、お前がしっかりユイを守るんだぜ。じゃあな、負けんなよ。森田翔吾、所詮雑魚は雑魚か。サイドゼロ、面白い。次は私のチームがお相手しよう。この前のバトルで森田先輩に勝ったことによりまたサイドゼロの知名度が上がっているようです。それにあまり表立ってではありませんが、少しずつ賛同してくれる意見も出始めているようです。やっぱりみんな今のままじゃいけないって分かってはいるんだよね。だからそういう人たちのためにも私たちは負けられないね。はい、私も気を引き締めていきたいと思います。が、マリカ？
マリカ、さっきからずっと携帯を見てるけど、そんなにチャットが忙しいの？すみません、そのクラスの人から課題の連絡とか来てて。そうだよね、学校の課題は課題できちんとやらないと、勉強をおろそかにしていいって話じゃないもんね。はい、それじゃちょっと用事あるのですぐ戻りますから。結局昨日マリカちゃん戻ってこなかったね。私には少し様子がおかしかったように見えました。何か悩みでも抱えているのでは？あ、こんにちは。その皆さんお元気ですか？私は元気だけど、マリカちゃんは？私はその元気ですよ。そういう割には目の下にクマができているような。目がちょっと腫れてるようにも見えるよ。怪しい。怪しいわね。もしかしてこれは？なんですか？これは勉強のしすぎで、私ちょっと今日も用があるので、すみません。あ、ちょっと待って。これは問題ですね。そうね、きっと誰にも言えなくて悩んでいるのよ。ユイ先輩、心当たりが？ええ、とりあえずマリカちゃんを探すわよ。任せてください。彼女が挙動不審だったので携帯の GPS に細工をしておきました。こちらで位置情報の把握が可能です。あ、イオリちゃん時々すごいよね。どうやら彼女はこの中のようです。ここは第02ガンプラ部。静かに、足音を立てないように。それにしてもこの設備すごい。最新のガンプラ加工設備が整っていますね。正直羨ましいです。それなら私たちのチームに入ってはどうかな？あなたは榊シモン。そう、輝ける精鋭部隊ゴールデンコスモスのリーダーだ。それじゃあまさかあなたがマリカちゃんの片思いの相手？え？ユイ先輩、何を言ってるんですか？え？だっていつもチャットしてて夜眠れなくなるぐらいで泣き晴らした目をしてたりって、てっきり私。ユイ先輩、少し黙っててください。今シリアスな場面なので。はい。私は彼女に命じてチームのガンプラを作らせていた。バトルの腕は最低クラスでもガンプラ作りだけはそれなりだったからな。もちろん無理やりや脅してどうこうではない。美しくない行いは私の最も嫌うところだ。あのカビ臭い第08物質、あそこを取り潰さない代わりにね。ただの取引だよこれは。そんなの断れるわけないじゃない。脅迫と一緒よ。マリカ、こっちへ。でも、おやおや、彼女は君たちを裏切ってサイドゼロの情報を私に流していたのだよ。
おかげで私は君たちのガンプラの弱点も把握している。それでも彼女と行動を共にし、彼女を信じることができるとでも。私も信じるよ。え、私たちはマリカちゃんのガンプラを愛する心を信じる。それだけは絶対に変わらないものだから。先輩、ユイ先輩。おかえり、マリカちゃん。でも私、皆さんを裏切るようなことをして。ううん、うん、きっと大丈夫。だって私たちにはこんなに頼れるリーダーもいるし、それにもしウィークポイントがあったとしてもマリカちゃんがどうにかしてくれるって信じてるから。ユイ先輩。それより今はあの成金男を倒すわよ。いいだろう。投資した資金の差こそそのまま戦力の決定的な違いとなることを教えてやる。グッドタイミング。第ゼロリガンプラブ物質の前を通りかかった私、尺のリンコは偶然にもサイドゼロとゴールデンコスモスのバトルに居合わせました。これはもう実況するしかありません。片や生徒会派、片や反体制派の両チーム、一体どんなバトルを繰り広げるのか。そんな注目の一戦、それではガンプラバトルレディーゴコスモス、榊シモン、出る。放送部部長、シャクのリンコ、本日も全力で命がけでバトル実況をさせていただきます。私だって戦います。私のガンプラを見ててください。気合い、破壊したわ。ポイント獲得です。
もうダメダメだ。引き直すぞ。討伐ターゲットが指定されました。さあどちらのチームが先に討伐することができるのか。さあかかってこい。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。やりましたねチームクルー。これは大きなポイントです。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ通常の3倍のスピードでいきましょう。このクエストは私に譲ってもらおう。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。さすが我らがリーダー。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。プレイヤー4撃破されました。ここでキーパーツの最終クエストです。このポイントを抑えることで試合展開も大きく動いてきますよ。キーパーツを落としてくれ。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。やった、クエストクリア。いい調子だね。汚いガンプラで制してやる。プレイヤー6撃破されました。プレイヤー1撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。なんだと。あの異形から繰り出される方向に耐えることができるのか。アクセラス2討伐開始だ。やりましたねチームレッド。これは大きなポイントです。間に合わなかった。もっとことはエレガントに運ばないとだね。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。キーパーツを落としてくれ。キーパーツ入った。素晴らしいプレイですチームブルー。これは大きく戦況が動きます。なんだと。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。さすが我らがリーダー。目標を駆逐します。プレイヤー5撃破されました。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。やったクエストクリア。いい調子だね。プレイヤー6撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッ
っとも負けていられません。なんだと。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。火薬に勝てなくてすみません。次のクエストで挽回してみせます。今チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ回収は間に合うのか。キーパーツ早く入れちゃいましょう。チープなガンプラに私のリッチなガンプラが破れるわけが。何百倍もの金がかかっているというのに。ガンプラを作るのにそんなにお金って重要かな。何？もちろんある程度あった方がいいよ。工具もしっかりしたものを使った方が作りやすいし、パーツだってそう。でもあなたはそのお金をかけた工具に触ってすらいない。全部人任せじゃない。誰かに作ってもらったガンプラで戦う、それ自体は否定しない。でもその分ちゃんとそのガンプラを愛さなきゃ。作ってくれた人以上に愛さなきゃ性能だって引き出せないよ。桜井君。はい。すまなかった。え？彼女の言う通りだ。私は金に明かせて、目の前がガンプラが見えなくなっていたのかもしれない。美しくない。これは美しくない。私が許せない。サイドゼロの諸君、次は私自身のガンプラと勝負してもらえるだろうか。もちろん。その時はマリカちゃんが最強のガンプラでお相手するわ。私ですか？だってマリカちゃんも立派なガンプラビルダーじゃない。自分の力を証明するには自分でも戦わなくちゃ。はい、頑張ります。授業も終わったし、楽しいガンプラの時間ね。森田先輩に続いてゴールデンコスモスを破ったのが効いているみたいですね。彼らのやり方に不満を抱いていた生徒も多かったようで、サイドゼロ人気が高まっています。うんうん、マリカちゃんも自由にガンプラを作れるようになったことだし、もっともっと頑張らなくちゃ。はい。いる？いません。あ、じゃあしょうがないか。っているじゃん目の前に。あなたは？あ、噂のユイポンと桜院。あたしイオリンの心の友で上坂千夏っての。千夏って呼んでね。よろしく。ユイポン？桜井？すみません。
ません。二人とも、この子いっつもこうなんです。うるさいのでなるべく関わらないようにしていたのですが。またまた、イオリンってばツンデレなんだから。でね、ちょっとお願いあってさ。はあ、本当に人の話を聞かないんだから。それでどうしたの？さすがイオリン、愛してる。でさ、私ガンプラをデコりまくるのが趣味じゃん。ああ、ギャルっぽくてもやっぱりガンプラは好きなのね。当たり前っしょ、ガンプララブだっての。たださ、ちょっと困ってんの。エアブラッシュとかいう変なチームの連中が塗装ブース独り占めしててさ。どうやら生徒会参加エアブラシオブゼータのことのようですね。リーダーは白井真澄先輩です。あいつら私のデコガンプラに文句ばっか言ってさ、道具とか使わせないようにしてくるんだよ。ひどいと思わない？いじめだよいじめ。それは問題ね。自由に塗装もできないなんて、ガンプラの魅力の一つを潰されてるようなものよ。そうそう、ユイポン話が早い。あいつらやっつけちゃってほしいんだ。本当かどうか確かめた方がいい？でもエアブラッシュオブゼータが相手ならいずれにしろバトルすることになると思うよ。先手必勝、デコの自由を取り戻すきゃないっしょ。頼む！なんだ君たちは。私らはサイド、いくつだっけ？サイドゼロよ。ヘアブラッシュオブゼータのリーダー白井くんね。塗装の自由を取り戻すため勝負よ。勝負勝負。随分と騒がしい。入室時にはノックぐらいしろ。どうしてここに？現生徒会副会長瀬名大輔。物静かに見えて強い意志と迫力、プレッシャーを感じます。この人怖いです。最近生徒会にあだなす愚かなチームがあると聞くが、俺はこの後外せない会議が入っている。俗物どもを黙らせるにはそれなりの仕掛けが必要でな。親を通じて政財界にまで顔が利き、学園の運営に圧力をかけているという噂、本当のようですね。人にはそれぞれになすべき役目がある。白い、ここは任せてもいいか？はい、この僕とエアブラシオブゼータにお任せください。必ず勝ってご報告します。当然だ、それ以外の報告は必要ない。では失礼させてもらう。貴様が噂の転入生か。せいぜいあがいてみせるがいい。さあ行くぞサイトゼロ。僕の塗装技術の粋を詰め込んだスペシャルガンプラで勝負だ。はいはいはい、滑り込みセーフ。最近予定にないバトルが多くて大変です。ともあれ、現在の生徒会派筆頭チームの一つエアーブラシオブゼータと学園改革派サイドゼロの正面衝突、これを逃す放送部ではありません。果たして勝利はどちらの手に？リアル塗装派とデコ派の決着やいかに？それではガンプラバトル、レディーゴー！
楽園の秩序と塗装を乱す奴は今ここで修正してやる。始まりました、 G キューブ。実況は私、放送部部長着のリンコが行いますよ。希望の火は消さない。ミカグラユリ出撃します。
なしょぼい塗装のやつらに負けるなんて。ねえ、このガンプラ白井くんが塗ったの？あ、当たり前だろ。バトルでの視認性や迷彩性能まで考えたスペシャルな塗装だぞ。そっか。私ね、前に白井くんのガンプラ見たことがあって、その時は素直にすごいなって思ったの。でもなんでだろう、今のこのガンプラからはそういう感じがしない。ワクワクしない。つまらないって言いたいのか？なんだよいきなり。わかったよ、そこまで言うなら後で見せてやるよ。言っとくけど、さっき使ったガンプラなんか目じゃないくらいすごいんだからな。驚くなよ。やっぱり乾杯だな。分かってたよ、自分でもつまんない塗装してるって。でも仕方なかった。生徒会の要求に応えるため、エアブラシオブゼータを潰されないためにはさ。私と一緒だったんですね。でも君らに負けたってことはもう関係ない。どっちにしろ潰されるなら君らを応援する。僕のガンプラを褒めてくれた君を信じるよ。白井くん。ただし、そいつの塗装ブース使用だけは認めない。なんでよ、あんた負けたじゃん。それとこれとは別だ。だいたい塗るだけ塗って片付けない。散らかしっぱなしで僕のガンプラまで勝手にピンクで塗ったりデコったり、ひどすぎる。だって片付けとかだるいし、ピンクの可愛かったっしょ。絶対に許さない。いいじゃんいいじゃん。まさか原因が千夏ちゃんの方にあったとは。すみません、最初に話を聞いた時に予想すべきでした。ううん、いおりちゃんのせいじゃないよ。私最近ちょっとうまくいって調子に乗ってたのかも。力には力で対抗するだけじゃダメだよね。それじゃ今の生徒会と一緒だもの。もっと広い視野を持たないと。君は気づいてたんでしょ？それでも見守っててくれた。ありがとう。私いろいろ考えてもっともっと強くなるね。あ、これラメ入れると絶対可愛いよ。やめろ！やめてくれ！あれ、今日はまだ君だけ？ってことは私と二人だけってことか。最近いつもみんなと一緒だったからなんだか部室が広く感じるね。私ね、本当は生徒会に対抗してここまでやれるって思ってなかった。最初はね、自分が負けた責任を取らなきゃって。このままじゃ私自身が前に進めないなって、それだけだったの。勝っても負けても悔いが残らないようにしよう、そんな風に考えてた。でもそんなのただの自己満足だよね。みんなを巻き込んで
君にも甘えてる。だから勝たなくちゃ。それに生徒会に残ったままの涼子のこともずっと気になってるの。きっと何か理由があってのことだと思うから。って、ああもう、いろいろ考えてたら頭がごちゃごちゃしてきた。ダメだよね、私サイドゼロでも一番お姉さんなんだから、しっかりしないといけないのに。そうか、そうだね。あれこれ悩むよりガンプラバトルですっきりしちゃおうね。久々に二人でミッションしよう。考えててもしょうがないよね。でも不思議、昔から困ったことがあっても君と話してるとスーって嫌な気持ちが消えていくの。いつもお姉さんらしくって思ってたんだけど、君には助けられてばっかり。私、思い込むと目の前しか見えなくなっちゃうことも多くて、そんな時でも優しく見守ってくれてるし、君には本当に感謝してるよ。だからその、え、本当？あ
ありがとう。嬉しい。やっと言ってくれた。少しだけこうしてていい？嘘。少しじゃなくてずっとがいい。昔からちっちゃかったあの頃からこんな日が来たらいいなって思ってた。だから転入生として君がこの学園に来た時、これは運命なんだなって。もう笑わないでよ。でもこれだけは約束できるよ。今の君と私なら絶対誰にも負けない。ここまで来たらあとは勝つだけ。あと一息頑張ろう。くしゃくしゃ。こんにちは。マリカちゃん、もしかしてまたずっと机の下で。見てません、聞いてません、何も。そのキスとかしてない。してないよ、そこまでは。またずいぶんにぎやかですね。何をまだしてないんですか？キスですか？なんでもないから。っていうか、なんでユリちゃんいろいろ知ってそうな顔してるの？この部室はいつ生徒会に狙われてもおかしくありません。ですから防犯用にカメラやマイクを。よかったですね。おめでとうございます。やー！生徒会参加のチームはほとんど倒した。あとは生徒会本体を叩くだけね。できるでしょうか、今の私たちに。大丈夫、やれるよ。私はそう信じてる。頑張りましょう。もう隠れてガンプラ作るのは嫌です。君も準備はいい？皆さんのこと信じてますから。うん、一人じゃ難しくてもみんなで力を合わせればきっと勝てる。このホールを抜ければ生徒会室よ。ただ一般の生徒が勝手に入れないように厳重なロックがかかっているはず。生徒会役員以外が入るのは難しいわ。その通りだ。あ、生徒会室に入るためのカードキーは俺たち生徒会役員にのみ与えられている。だからこのキーを欲する貴様らに譲る機会を与えようと思う。それが公平というものだ。嘘ね。私たちに負けない絶対的な自信があるからそんなことが言えるのよ。でもその言葉後悔させてみせる。よくわかっているじゃないか。ではこちらも戦力を投入するとしよう。大鳥。はい。大鳥涼子、チームラプラスの盾リーダーとして
副会長の守護を担当します。涼子。ゆい先輩、大丈夫ですか？お友達がいてて。大丈夫とは言えない。でも負けない。負けられない。行こう、みんな。ついにやってきました、この一戦。怒涛無双の快進撃を続けるサイドゼロと副会長率いる生徒会精鋭部隊のバトル。この緊迫のバトルは実況私釈野凛子が放送部の独占生配信にてお送りします。さあ、ガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨戦となるこの戦い、果たしてどちらにその軍配は上がるのか。それではガンプラバトル、レディーゴを乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。今戦いの火ぶたが切られました。実況は私釈野凛子で最後までお送りいたしますよ。かかってきなさい。やり方を教えてあげる。先に進むことができるのは勝者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。おびえなさい、つくみなさい。ガンプラの性能を生きてるまま消えていきなさい。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めている。プレイヤー5、撃破されました。ガン、確認。これより破壊するわ。プレイヤー4、撃破されました。この一撃で仕留めてみせる。レイヤー6、撃破されました。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。プレイヤー5、撃破されました。プレイヤー4、撃破されました。大罪勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。プレイヤー2、撃破されました。注目していきましょう。
やれる時にやれることをするのが本質。いや、ガンプラビルダーというものです。プレイヤー5、撃破されました。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。もっと奪わせてちょうだい。プレイヤー6、撃破されました。Gキューブの醍醐味、キーパーツの奪い合いです。これは目が離せませんよ。粛清してやる。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。チームレッドポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。何の問題もない。想定通りにことは進んでいる。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。プレイヤー5、撃破されました。
サイドゼロ。まさかこれほどの力とはな。いいだろう、約束通りこのカードキーをやろう。だが覚えておけ、貴様ら一人一人は俺や生徒会長勇気の足元にも及ばないということを。勇気を最後まで楽しませてみろ。それから大鳥、貴様には失望した。二度と生徒会の門をくぐることを許さん。はい。あの副会長の人行ってしまいました。あの余裕、今のバトルはまだ余力を残していたと。涼子、ゆい、もう無理やり生徒会のために働かなくていいんだよ。私たちが守るから。違うんだ、ゆい。え？私は無理やり働かされていたわけじゃない。自分から望んで生徒会にとどまっていたんだ。今の生徒会と生徒たちの緩衝材になることが少しでもできればと。それと私が言える立場ではないのは分かっている、分かっているが、あの人を、会長を救ってくれないか。どういうこと？会長はただひたすらに純粋なだけなんだ。強さに対して、ガンプラに対して。私はその姿に憧れた。しかし副会長の作り上げたシステムがそれを歪めてしまった。もともとは副会長も会長を思ってのことだったのだが、いずれにせよ私たちは間違えた。一人のために全てを歪めてしまった。こんなことになってしまって、前の生徒会役員たちにも合わせる顔がない。ゆい、お前も私を憎んでいるのだろう。涼子は涼子、変わらないよ。ガンプラが好きで好きでたまらない。クールに見えてガンプラ愛で溢れてる。それはガンプラバトルでも伝わってきてたもの。サイドゼロとして初めて戦ったあの時からね。ユイ、大丈夫。涼子の優しさは分かる人には伝わってる。それは今すぐでなくとも大地に染み渡るように広がっていく、そういうものだと思う。きっと学園の生徒たちや副会長にもいつか分かる時が来るよ。だから無理しないで、あとは私たちに任せて。ジユイ、強くなったな。うん、いろいろあったからね。いろいろか。今度昔みたいに駅前のドーナツ買ってきてみんなでおしゃべりしようよ。前の生徒会の人たちも呼んで。そうだな、そうしよう。それじゃあその前に決着をつけに行こう、みんな。
このカードキーで生徒会室に入れるはずよ。みんな覚悟はいい？はい、ここまで来たら勝利あるのみです。頑張ります。もう逃げません。君もいいね。行くよ。ここが生徒会室。こんなにガンプラやパーツが散らかって、まるで子供部屋みたいな。いや、待っていたよリーダー君、そしてサイドゼロのみんな。あ、ガンブレ学園生徒会会長椎名勇気だよ。さすがにみんな知ってるか。そんなに怖い顔するのはやめてほしいな。まあそんなことはどうでもいいんだ。せっかく来たんだ、バトルしようよ。僕を楽しませてくれるんだろ。ランキングなんて気にする必要はないさ。僕はただ強い相手とやりたいだけなんだ。存分にな。最高の状態で戦えるようわざわざこのような段取りを整えたのだから。どういうこと？貴様らは自分自身の力だけでここまで勝ち上がってきたとでも？順調に勝ち進んできたが、それが順調すぎるとは思わなかったのか？実力に見合ったライバルが次々現れる。それが都合よく順番に出てくることに疑問は？この学園には他にもランキング上位者が多く存在している。彼らが邪魔してこなかったのはなぜだ？まさかそんな全部あなたたちにコントロールされていたとでも？ブラフです、ありえません。どう理解されても構わん。だが貴様らの想像を超える力があることを知っておくべきだ。勇気に満足してもらう。この学園はその一点のみにおいて存在価値がある。そのために、たった一人のために学園全部を犠牲にしたっていうの？数など問題ではない。千だろうと万だろうと無能はいくら集まっても無能だ。はいはい、めんどくさい話はその辺でもういいよ。細かいことなんてどうでもいいんだ。僕は僕が楽しめればそれでいい。それが強者の特権だよ。僕は何かおかしいことを言ってるかい？そんなの、あなたたちは絶対に間違ってる。涼子のためにも私たちが証明してみせる。面白い。じゃあ君たちの強さを見せてよ。ついにやってきました、大一番。反抗の旗印サイドゼロ VS 生徒会長率いるラプラスネスト。この学園の未来を決めるバトルが今始まります。正直生徒会室に突貫するのは死ぬほど勇気が必要でしたが、ご安心ください。放送部は全ての G キューブバトルを従前に学園中へお届けいたします。泣いても笑ってもこれが最後の決戦です。さあそれでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。この時を待っていたよサイドゼロ。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。
切られました。実況は私、客のリンコで最後までお送りいたしますよ。最高ゼロ、ひとつでその名を通る今すぐゼロ、無に返してあげよう。待たせください。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。見つけた、破壊の時間よ。私は逃げも隠れもしない。さあ、かかってきなさい。じゃあ、出会わせ願えるかな。プレイヤー6、撃破されました。チームブルー、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。撃破されました。クズめ、回収中よ。チームレッド、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。クエスト失敗です。次に行くわよ。動物ターゲットが指定されました。さあ、どちらのチームが先に討伐することができるのか。さてと、どうやって潰していくのが一番退屈しない。貴様らのような雑魚、勇気が相手をするまでもない。プレイヤー5、撃破されました。見つけた、破壊の時間よ。このクエストはチームブルーが持っていった。もう負けていられません。プレイヤー6、撃破されました。もちろん遅い、飛ばして見えるわ。ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。来ました、ついにやってきました。見せてもらいましょう、新しいガンダムの性能とやらを。パーフェクトグレード、ユニコーンガンダム。なんて倒しがいのある大きさなの。貴様らのような雑魚、勇気が相手をするまでもない。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。やった、クエストクリア。いい調子だね。チームレッド、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。ただまだこれから、次のクエストで取り返しましょう。まだるっこしい駆け引きは必要ない。さあ、戦おうよ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。最後の最後に勝った者が強者。その途中のクエストに行くから、ささか。やりましたね、チームレッド。これは大きなポイントです。次は確実に潰す。チームブルー、ポイント獲得。楽しいよ、この僕が落とされるとはね。予測以上の力だ。さすが、勇気が目をつけただけのことはある。でもね、本当に楽しいのは勝ちを確信している人から勝利をあっさりと取り上げることさ。まだまだいけるんだろ。君たちの言葉を証明したいなら、本当の僕を倒してみなよ。さあ、楽しいな。この力はものすごいプレッシャー。これが会長の本気。
どこまでも踊れ。僕を夢の世界へ導いてくれ。同じ機体が3体、もしかしてこれを全部同時に椎名君が。物理的にありえません。可能だとしても相当なラグが発生して使い物にならないはず。わっ！自分の物差しで他人を測ってはならない。そう教わらなかったかい。そう、これは僕の能力、センスオブエクスパンション。僕はガンプラで人の確信を出した。それでもあなたが一人であることに変わりはない。私たちはみんなの力であなたを倒してみせる。好きな機体はビクトリーガンダム。さくらりんごが今日も実況をお届けいたします。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。第三勢力出現しました。両チームここからどう動くのか注目していきましょう。さあ行きましょう。この場を支配するのは私たちよ。プレイヤー4、撃破されました。しゃべるな。回収終わっても私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。君たちはもう僕の巣の中で逃げられると思うな。怯えなさい、組みなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。プレイヤー5、撃破されました。チームブルー、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。一歩前進だね。さあ、次のクエストも片付けちゃおう。回収完了ね。プレイヤー6、撃破されました。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。始まったわね。さあ、行きましょう。プレイヤー4、撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。逃げ隠れするつもりはない。道を開けろ。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。ああ、これじゃ決まらないよ。もっとあがいて僕を楽しませてくれ。プレイヤーは止まってみるわ。僕も絶対に許さないんだから。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードで行きましょう。サイドゼロ、君たちの力見せてもらうよ。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、クエストクリア。いい調子だね。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。プレイヤー6、撃破されました。もちろんキーパーズ最終クエスト開始。どちらが先に負ける、この僕が。いや、いいや、
まだだ。まだ負けていない。僕の期待はまだ残って。私たちは絶対に負けない。さあかかってください。この僕が、本気を出した僕が負けるだなんて。すまない勇気。俺の予測範囲を彼らは、サイドゼロは大きく超えていた。いや、大輔のせいじゃない。僕が弱かったんだ。少し昔話をいいかな。あれは僕らが小学生だった頃のガンプラバトル大会。僕は決勝戦で君に負けたんだ。彼に？ああそうだ。僕は当時負け知らずだったからね。あの敗戦は忘れようがないくらいよく覚えているよ。僕らのバトルの実力はほぼ同じだったけれど、彼のガンプラは周りの大人たちの力を借りたものだった。僕は悟ったよ。全てが対等でフェアだと信じていたガンプラの世界も、大人やお金の力から自由になることはできないって。だから僕は強さだけを絶対の秩序として、この学園に平等なガンプラを取り戻したかった。それは違うと思う。はあ。私もその時彼と一緒に出場してた。だからそのガンプラがどう作られたか知ってる。確かに彼は周りに助けられてたよ。アドバイスももらってたし、材料や工具も借りてた。でも作ったのは彼自身だった。あれは間違いなく彼のガンプラだよ。周りで助けてくれた人も、大人だとか子供だとか関係ない、仲間だから一緒に戦ってた。それだけだった。そうか。最初に言った通りよ。私たちには仲間がいた。今も昔も。でも瀬名くんは結局椎名くんを一人にしてしまった。これは涙。どうしてこんなものが。なぜだ。止まらない。それは楽しくて嬉しい涙、それとも悔しい涙。わからない。いや、全部だ。嬉しいし楽しいし悔しい。それにガンプラバトルなんてもうくだらない遊びでしかないと思っていたのに、もっと戦いたい、そんな気持ちが溢れて止まらないんだ。あなたも一緒じゃない。一緒？君たちと
僕が。わからないの？教えてあげたら？僕もガンプラビルダー。そうか、そうだったよね。そうだ、僕はガンプラビルダーだ。だからガンプラが大好きだったんだ。何を今更ですよ。これだけのガンプラを集めてバトルしていた人がガンプラが嫌いなわけないでしょ。そうです。というかさっきから気になってたんですが、そこに落ちてる再販されてないキットのレアパーツもらってもいいですか？待て、それは生徒会管轄のもので。いいよ、好きなだけ持って行って。勇気。大輔、ごめん。僕はやりたいことが分かったんだ。それは生徒会室にこもってることじゃない。また戦ってくれるかい？ありがとう。現生徒会を解散する。はあ、片付けても片付けても終わる気がしない。いくらなんでも散らかしすぎよね。椎名君も瀬名君もちゃんと片付けてから引退しなさいっての。もう、あとで涼子たちが手伝いに来てくれるとは言ってたけど、今週は片付けだけで終わっちゃいそうだね。でもなんだか不思議、こうしてまた生徒会役員として生徒会室に戻ってこられたなんて。私は3年生だから任期が短くて申し訳ないんだけど、よろしくね会長。ところでこの部屋って先生たちも来ないし、生徒も生徒会役員以外は入れないし、それで今私たちは二人きりっていうか、その結局君は私のことをどう思ってるのかなみたいな。せっかくだからちゃんと聞いておきたいなって。ブレークシャイ。またこのパターン。すみません、ユリ先輩に言われて。今日あたり面白いことがあるから机の下に隠れてろって。恋のミッション失敗ですか？残念です。次の機会を待ちましょう。3年ぐらいは待つぞ。涼子まで？っていうか3年って星の屑作戦じゃないんだから。あー、もう台無しじゃない。行こう。あ、逃げられました。仕方ありません。今日のところは二人きりにしてあげましょう。明日からまた生徒会の仕事は山積みですけどね。やっぱり私たちはガンプラで語り合うのが一番だよね。サイドゼロのみんなは大好きだけど、こうして君と一緒にガンプラバトルしてる時が一番幸せ。私が私らしくいられる、そんな気がするの。だからこれからもずっと一緒に
約束だからね。それじゃあ2人のミッションスタート。夢はメールも掴むも自分次第、十分に前のをかける自由自在、こんなイケてるチームなんざ他にない。 You know ドキなドキな三本柱の踊りだ、真っ赤な顔してどうしたまるやり合うなんて正気かい、人に取り仕切ったいかにも俺が心にいる、止めれるもんなら止めてみない。 Oh yeah気、そうせっかしなサンダーグルーピー、おかげさまあったまった空気だが、この先ちょっとばっか注意、そうや like a movie で修理50人でも1点だろ、こっちも少しも手は抜かないのが留意。どこだってフィールドさ、行って張ってスクラッペンビールド、勝利の女神からのキスを受けたお前にとってのビースト、幾度も幾度もキスを追ってなおこのスピードフォー、止めれるもんなら止めてみな。Yeah! けるタンポ、今日も明日も一度引けばラスト。